心さんと食事の共有ができたら嬉しいです。え、マジか。飯とまでいいんだ。よくないけど。いろんな男性を知って自分が一番幸せになれる相手を見定めなさい。大丈夫ですか。乙女ゲーの出会い来た。どっかにコロピと相性抜群の人がいるかもだし、私のために始めてくれたみたいで。妄想ごといただきます。片恋グルメ日記2、月曜夜10時。